皆様こんにちは。夏の夜に旧宮崎市長様周辺に500個の色鮮やかなランタンが飾られ、情緒あふれる幻想的な明かりに包まれるお祭りです。このお祭りは旧宿場町の世話町の町並みがランタン祭りで有名なベトナムの世界遺産の港町ホイアンに似ていることがきっかけで平成22年から始まりました。年々ベトナム人関係者や来場者も増え、国際交流の場となっています。どうぞ最後まで私とご一緒に幻想的なランタンの明かりの世界へ行ってみましょうね。最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
滑川ランタン祭り。最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。